です。なるほど、はい、水着に着替えようからしただけ。水着泳ぐでしょ。わタバコは濡らしたくないな。タバコは置いてください。サップの上で吸いたもんな。よし、はいはい。あと問題が一つあるんですよ、はい、こうちゃんのライフジャケット確実に入らんね。ああ。一発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 。どう？入れる入れる。あ、何段階いけるやろこれで。あ、こうやります、ね。あ、靴紐状態で。なるほど。いけるいける。確かに。こんなライジャケ初めて見た。はい。はい、いいでしょ、いいですか、はい、逃げた、オッケーです、はい、じゃあこれで挑戦してみよう、はい、笑い、いや地元の先輩ばい、はい、いや笑っとらんす、全然笑っとらん、ほいで、俺も地元で笑えもんか、あ、しんすけもどう、はい、後でです、後では素敵なんだ、歌うあそこ浮かべてからつけます、絶対つけばいいかと。つけれます。大丈夫です。つけんとこれだけいってんか。お父さんそういう武器使ってそうやもん。武器。これ盾やろ。大盾。なんだ。大ひも。こんだけの盾持っとって銃やった武器。剣かと思った。盾で銃やかこちら。真ん中あたりですね、乗るのは。おお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 、怖い怖い怖い、結構座ったら結構安定しますよ。おお、真ん中に乗っていい、おお、はい、危ねえ危ねえ危ねえよこれあー、ちょっと待って、ちょさようならバイバイ。あ、これ座ってもできるの？はい、座って全然いいっすよ。来週迎えに行きますね。ちょ、待って待って、おい、正座式だ確かに。児玉さん、俺についてこれる？じゃあ、引っ張っていってください児玉さん、ルアー刺さらんことね、足に。今、快適よっけんね。今、快適よっけんね、ボートのボートの快適よっけん。おー、早い早い早い、座礁するよ。おお、こうちゃん早い、こうちゃん早い。で、パドルを水につける、パドルを水につける、逆、そうで、ブレーキ。ほら、児玉さんも見てあげて波がくっと回っとるこっちの方が早いんじゃない？早く手でもいいんじゃない？手につけとっても別に。あ、じゃあ手につけとこう。流されんごとって言われる。はいはいはい。何やろ、あのシルエット。さらにブラインドさんが。さっと押してたね。さっと押してたね。多分。って思うっす。あの格好で挨拶されても結構怖いよね。ただの不審者やもんね、あれ。怪獣類がなんか海の上をやってるみたい。気持ちいいっすね。逆に児玉さんが立ってる。これなかなか運のむずい。外に出てもいいですよ。でも多分風が強くて戻ってくるのきついと思います。うん、風が出てるやろ。立とうとしてるんですか。
これ立てる？立てます立てます。いや、俺これ。ゴジャさんが水没。こうちゃんさん大丈夫ですか？大丈夫よ。大丈夫？落ちちゃった。落ちた。救助隊来たよ。うぃー、こう危なかばい、この人。はバタージュします。お、助けてる。じゃあ行きますよ、小田さん、はい、お願いします。はい、しょうがないな。あ、サメ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 ダメがいいです。ダメ、あの、この子様は叩いてや、叩いて。じゃあ行きます。はい。ゴーちゃんさんが落ちちゃった。漂流しております。どういう格好これ。さあ戻りましょう。こうちゃん大丈夫ですか？無事たどり着いたっすね。よかったね、ライフジャケット着とってですね。これが本当の冒険を。やっぱライフジャケット大切よ。大切。しっかり仕事をしとってよかった。よかった。よかった。ちびっ子たちもちゃんと しないとダメだよ。まあ楽しかったね。うん、よかった。いい経験、ちょっと風が出てね、沖には出れんかったですけど、うん、楽しい。はい、サップ体験でした。はい、ありがとうございます。草刈りします。はい、はい、お昼ご飯が終わって、あの休憩所のところをちょっとゴミ拾いとかして、はあ、ある程度片付けを。なるほどですね。はい、社長行ってきます。結構反対は行ってきます。社長結婚か、中村ちょっと遊びに。おちゃんひっくり返ったらめっちゃ取れ高になるけん。取れ高って。はい、草刈り正雄。早い、草刈り名人。この辺から時ってみんなの顔の見れるね。北翔さんがナタ持って、ナイス。釜作業、釜作業、釜作業、手作業。釜作業、釜作業、釜が作業よ。なんだか、小芸やった。小芸、小芸やったっすね。ああ。使っとんの、ちょっと一回、ナタばよか。ナタも取られて。
んかちょっと鉄くずがあるんですけど、これはちょっと一箇所に集めて業者さんに持って行ってもらいます。そうです。こういうのがめちゃくちゃある。あ、まあ、おっちゃんの山でもね、こういうのはだいぶ出てね、そういう時に業者さんが助かりますね。だけここもそう穴のちょうど開いとったけん、はい、全部入れてあのゴミ参拝業者に来てもらう。はい、ほらガラス全部ガラス、ガラスこんなのもいっぱいある。あ、多分袖やけどね。雨が寝ぶになって脱げんさ。ありがとう、ありがとう、もよか。あ、涼しさ。暑すぎた、ちょっと。あ、ごめん、ありがとう。はい。さあ、あとは最終仕上げ、ちょっと徳ちゃん見て。はい。ここもさ、はい、最初結構荒れとったけん、あんまり映したくなかったけん、映しとらんやったけど、本当ゴミがいっぱいあって。はい、まあ、ここ見たら分かる。まあ、ここのゴミごと掴んで持って行ってもらう予定やけど、はい、あのこういう感じで木材とか畳とか、まあ、下にいっぱい埋まっとくけどさ、ね、草だけじゃなくて結構いろいろありましたもんね、うんうん、っていうのがそこら辺にいっぱいあったけど、そこは回収して、瓦もあるね、瓦もある。だけどここをそれで回収して埋めたらだいぶ広い感じになるけ、ここになんか建ててもよし、いやし、ここにね最終的にバーベキュー場を作りたいけ、あ、なるほど、ね、この仮のやつを撤去してここに綺麗に作りたいなという計画で、 あとはこの草とかここに入れて今日は終わろうかな。はい。でちょっと平日に来てもらうけん動画にはできんけど、そのうち回収してもらおうかな。やりましょう。で回収してもらったらもう設置した方がいいかもしれないですね。綺麗に設置しようかな。はい。なんか出てくるじゃない？なんか出てくるじゃない？それパチンってなって翔さん当たったようなか。もうならやったよ。ここもなんか階段作ったりしたいな。これでもキャンプ場にすんには本当めちゃくちゃいいところですよね。意識もいいし。ならあとは、はい、テント周りも片付けますか。はい。冷気使いのコータ。確かに今ちょっと綺麗にカメラに入らないと。もう一回よかいすか。よかけよかけよかけ。やっぱりコータさんファンに向けて、やっぱ女性のファンの方に一言、愛してるよ。愛してるよ。じゃあいつも見てくれてありがとう。いきます、3、2、1、はい。いつも見てくれて、今日はこの辺で。携帯に乗せてこんなもんやね。おー、でもやっぱり、はい、ちょっとピゴーを見よう。だいぶ違いますね。俺マジちょっと秋になったらここで児玉さんとセロ2台でキャンプしに来るんで。ほらキャンプめっちゃ綺麗。振り返っていいですか。いいよ。じゃじゃーん。ね、すっきりしたですね。すっきりした。で、これはもうなんかサバイバル練習場みたいなの立ったし、今めちゃくちゃいい感じ、あの、ねね、テントとね。じゃあ、帰りましょう。はい。で、向こうでみんなと合流して、あれ、ジェットやのか、ね、あ、船か、船か、ね、あ、みんなと合流して、はい、サップの様子も見よう。はい。これ荷物は、はい、じゃあ一旦撤収。撤収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 。マフラーがつくよ。ストップ。Z あっち行った。じゃあまあ、青じゃない。うん。
ただでさえ不安定なサップの周りであんだけ波を立ててとてもないやつやね。さっきどんだけ押せよったか。結構早いね。手玉さんなんか変な。手玉さんね、これがこのボーバー折ってしまったんだ。あ、そういうこと。端のやつ。ああ、マスク。そういうことか。めっちゃ早いよ。早い。うん、エギングいいね。アプレギング絶対いいと思う。うん。うわー、危ない。大丈夫大丈夫。危ない。惜しかったね。びっくりした。よっしゃ、期間めっちゃ乗りやすい、うん、これいいよ、釣りに。うん、どっちか。危ない危ない危ない。もしずるってなったら。さあ、児玉さんも戻ってきました。セーバーキムさんも上がります。はい、よいしょ。ということで、はい、今日作業も終わったし、はい、ジェットスキーもサップも楽しかったです。楽しかったです。来週ちゃんとバーベキュー場を作って、あと椅子も作って、はい、あと水路をちょっといじってしようかな、うん、はい、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。最後は寝坊二人に挟んで、これまでひっくり返って寝坊になってしまう。すいませんでした。よかろう。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。